にちは、タマスです。はい、競馬の予想をしたいと思います。で、今週は日本ダービー東京優駿の予想をしたいと思います。この動画はダマスの3連単、今回4人でやるんですけども、4人の予想を出し合って、最終的に3連単5等ボックスの5等を決めようと思っています。まあ、ダービーっていうことで、僕もちょっと厳粛な雰囲気で予想をしていこうと思います。それでは今回予想してもらうメンバーを紹介したいと思います。それでは自己紹介よろしくお願いします。どうも、いつものスナイパーです。どうも、キャッスルスペースです。ミッキークイーン負けて坊主になったスミスです。はい、スミスです。はい、ちゃんとスミスさん坊主にしてくれたんで、ということで、はい、もうパパッと予想していきたいと思います。じゃあ今回はスミスさんの予想からいきたいと思います。なんかスミスさんの予想はこれだ。里の朝、どうですか。里の朝っすね。里の朝はね、2着2着って続いてるんですけど、川田ジョッキーがね、馬にね、競馬を教えてる感がね、ビシビシと伝わってきて、後ろから突き抜けてくるんじゃないかっていう予想です。あ、ずっと川田乗ってるんですか。ずっとかは分かんないね。ずっと川田。さすがスナイパー。ずっと川田。これ皐月賞走ってないですよね。走ってない。だからもうダービーのために、前走なんや。毎日杯だね。毎日杯から、うん、皐月賞ぐらい勝ったの。ああ、そこで勝ったアルアラインや。2着アルアドミナブル、これが青馬賞、青馬賞ね、勝ち馬。そうっすね。時計も優秀だったし、後ろから行ってちょっとレベルの高い青馬賞を見たなという。前回オークスがね、僕らモズカちゃん、モズカちゃん、フローラステックス、ステップレスの馬を入れずにちょっと外れたんで、これはちょっと3連単5等ボックスに入れときたいやつですよね。やめよ。だからスミスさんがちょっと入れてくれて、マジでちょっとホッとしてるところですよね。自分では入れてないから。はい、ありがとうございます。はい、スミスさんの予想本命は里の朝。里の朝、大丈夫ですか。里の朝、来ます。まあ、外れたらその仮面取ってもらうんで。外れたら素顔見せます。はい、次はキャッスルスペースさんの予想です。キャッスルスペースさんの予想はこれだ。エディオロ。いや、もうこれこそ本当、うん、あれダービー目標に使ってきた感じしますけどね。なんか皐月賞一捨てで、前走皐月賞5着か、一捨てして、一捨てして完璧ダービーを狙ってきた。で、皐月賞も強かったよね。強いと思ったよ、あの後ろからね。ルメールの 3週連続、うん、あとルメール2年前3着去年2着。うわー、これもう勝ったな。1着ぐらいじゃないかも。これレイディオ、レイディオロ、レイディオロやろ。フィッツァー級者、フィッツァー級者2連勝オークス勝って、いやー、先週のね、強かったわ本当に。うん、ストールスターにいる2番手のサトラーサーは、もうこれもデビュー前からダービーから逆算してなんか使ってきたっていう感じで。なるほど。ダービーを目標に、でなんていうか、エンジンかかり遅いからもう直線長い方がやっぱいいんじゃないかな。あ、東京、やっぱ東京が合ってるんや。やっぱ合ってるんじゃないかな。サクショーもあるアインや。いや、僕は安定した先行力、あ、自在性があるから、うん、結構いいんじゃないかなって感じは。二冠はない。いや、ありえると思うよ。一番人気かな。一番人気は、ね、一番人気はアドミラブル。アドミラブルが一番人気。ああ、いや、マジで。そんな結構評価高い、あまりにも破格の時計だな、うん、ああ、そうなの。はい、キャッスルスペースさんの本命はレイディオロということでした。はい、僕の予想と
スナイパーさんの予想が、本命がかぶってるっていうことで一気に出したいと思います。じゃあスナイパーさんとダマスの予想はこれだ。逆にどう、スナイパーさん、今回これをなぜ本命にしたか、なんで本命にしたか、まあ今の東京コースやっぱり先行、ある程度先行してからでないと、先行してなおかつ長く足つらい、オークスの時でもそうだけど、結局勝ち馬2着は先行して前残りみたいな感じ、押し切りみたいな感じで、差し馬は結局3着止まり、もうそこからやっぱかわすまでの勢いはなかった。現にアウマイヤミヤビなんかもう後半のとこから追い上げたけども、ダメやったな、大外回してから行ったけど結局は3着まで、リスグラッシュでさえやっぱり後方から行って人気してた割には5着で、なんかだからギャグニーは何なの、キャグニーは、キャグニー、キャグニーは前走プリンシバルなんだけど、プリンシバル強かったよ、結構時計もレコードで買って、そう案外いい足長く使えた、東京無敗、そう東京中山で使った時はもう全然赤かったけど、もういかにもそうダービーを目指して、俺の話していい？いいよどうぞ。俺はね、ぜひね皆さんパドックを見てほしいんですよ。その当日のね、そりゃそうだやっぱサツキショーの時のこのアルアイン・レディオーロ、これ2頭ね、パドックで俺が2頭よく見えた2頭、このダイワキャグに多分当日パドックで見たら多分負けてないから、この2頭レディオーロとアルアイン絶対負けてない、多分オーラが すげえもん、この馬ダイワキャグに、なんかすげえ走る馬、俺めっちゃ走る馬っていう雰囲気出してるから、まあなんかなやかやんのはスナイパーさんの聞いてくれればいいっすわ入れ込みどうすか、ダイワキャグ、ダイワキャグ、いやダイワキャグ、いやでもこう入れ込みついてますよ、入れ込むけど、まあそれでも結果出してるし、今度はあるっすよ正面さんの場合、そうやわ、まあ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 そこで結果を出せるか出せないかがこう勝てるか勝てないかのあれかな、田村君の腕ね、っていうかね、結構15番枠やけど結構外枠からいって、しゃべっていい、どうぞ、しゃべるお前がしゃべらんけんだよいや、しゃべろうと思ったらもっとスナイパーチャンネルですよ、スナイパーチャンネル、もうダマスのチャンネルだレイディオールはやっぱこの馬自体も強いし、やっぱさっきスナイパーさんの時にも言ったけど、そのルメール の3週連続 G1 勝利、やっぱねこの競馬を盛り上げていくには、やっぱそういうのがやっぱね日本ダービーで3連勝っていうのがやっぱね盛り上がるよね、ドラマがあって、確かにね、すごい、もうそれ見たい、俺見たい、めっちゃ見たい、それだからこれまあそんな感じっすよ。フェルシアナイトは何で入れた、フェルシアナイト普通に強いやろ強いやろ、選ばない、はい、ということで僕と僕ダマスとスナイパーさんの本命はダイワキャグニー、これ本当にねパドック見てください、当日めっちゃいい馬だから、まあ、みんな知ってると思うんですけど、よろしくお願いします。はい、でとりあえずここからみんなの本命とを入れて3連単5等ボックスを決めていこうと思います。はい、これがみんなの本命の馬ですね。6番サトノアーサーがスミスさんの本命です。12番レイディオーロがキャッスルスペースさんの本命、15番ダイワギャグニーがダマスとスナイパーさんの本命ですね。であと2頭を決めていこうと思うんですけれども、あと2頭どうしましょう。あと2頭ってみんなの入ってるアルアインが必ず入るね。アルアイン入るよ。でもアルアインさ4番目まで入る、なんかあれやん、対抗ではないやん、みんな対抗じゃない、みんな三角、みんな三角よ、三角やけどさ対抗ならもうサトノアーサー、いやだから対抗の馬から選んでいったらさ、クリンチャーやる、クリンチャー
クリンチャーズもあるアインで決まりやじゃあだからアドミラ俺はアドミラブルを入れた方がいいんじゃないかって思う。いやアドミラブル誰か対抗入れた俺スミスさん。あじゃあ入れていいんじゃない、うん、やっぱさどうぞ あれが懸念あれよあのモズカッちゃんがアドミラブルを俺は入れたいのよね、うん、入れないじゃんいや入れていいよでもいいそうモズカッちゃんを言うぐらいなら本当はプリンちゃんモズカッちゃんなんか人気してなかったから、うん、いやまあそういうけど違うダマスの3連単後藤ボックスが決まりました。ダマスの3連単後藤ボックスはこれだ。はい6番里のアーサー12番レイディオロ15番ダイワキャグニー18番アドミラブル7番アルアインを今回はダービーっていうことで特別にいつもは各100円で 60.6 千円なんですけど今回各200円1万2000円分買いたいと思います。ダービーなんでダイワキャグニーキャグニーね。あ、そうそうキャグニーはい、ダイワキャグニーの単勝1万円も買いたいと思います。このケチがついてるわ。もしね、このダイワキャグニー単勝1万円がもし当たったらこの当たった分の視聴者プレゼントします。当たったらね何倍になるやろ。 10万ちょいかな。もっとするかな。もっと30倍ぐらいつくんじゃない。もう30倍いやだから本当に30倍ついたら本当に30万分の視聴あのなんか Google プレイかなんか Amazon ギフトカードかの30万円分ぐらいのプレゼントしたいと思うんでよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、では今週の日本ダービー東京優勝まあお祭りなんでね年に1回の頑張りましょう。皆さん楽しんでダービー日本ダービー楽しみましょう。みんなで応援してみんなの夢叶えましょうね。ではまた来週お会いしましょう。さよなら。